舌ダンダンダン決めろ一発バンバンバン心震える Let's get started 楽しんで雇って勝ち抜いて笑って心が弾むたまるエナジーこんなにも夢中でどこまでも宇宙で じゃあな、こっちの宇宙のオラ無事だといいんだが。悟空さんならきっと大丈夫です。うん、第六宇宙の海王神、何があった？第六宇宙に正体不明の敵が襲来、現在交戦中なのです。何？破壊神はどうした？シャンパ様はじめ破壊神の皆さん、禅王様のとこにお呼ばれしてるけど全然連絡取れねえっつーの。あ、父さん。海王神に向かって何をする？その敵とやら俺が始末する。わかった。暴れたい気分なんだ。聞かないよ。君のことはインプットされているんだ。やるね。今のはちょっと聞いたよ。
お、再生した。楽しんでるな、戦いを。まだまだもっと。ひざまずいてもらうわ。第七宇宙師匠、うがいないぞキャレー。はい、その方は息子だ。新しいのが来たよ、姉さん。いい暇つぶしになればいいけど。へえ、俺たちが相手だ。第七宇宙を狩るのはまだ先のつもりだったが、こやつらは。ん？そうか、君は彼らを知っているんだったな。だが今は待て。人間め。まあ待て、禅王を倒すまでに会わせてやる。楽しめそうね。ああ、面白くなってきた。そろそろやろうか、姉さん。私も同じこと思ってたわ、オレン。何を企んでやがる。最強最悪の戦士襲来、壊滅する第六宇宙。トランクス。はい、父さん。僕、女の子を使おうかな。いいわね、私もそうするわ。どうも。こいつらの体は僕たちのものだ。一体何が起こってるんだ。気をつけろ、奴ら俺たちを狙っているぞ。え、クラッシュブレイク。スマッシュブレイク。この体使えるわね。サイヤ人だからね、姉さん。嫌な能力だな。私たちはツフル人が超科学で生み出した最強の人工生命体。そう、あらゆる戦闘プログラムをインプットされているのさ。だけどツフル人の奴ら、僕たちの強さを恐れた。ひどいでしょ、勝手に作って勝手に壊そうとして。そんなの許せない。
その体を返してもらうぞ。残念だったね。面白かったわよ、その必死なところ。くそ、舐めた真似を。宇宙の種にはもうエネルギーが満ちている。誰だ貴様は。俺は全王を倒す者、ハーツ。この宇宙の種で全王、海王神を、破壊神をぶっ潰す。バカだ、できるわけがない。できるさ、俺だからな。そして人間の真の自由を手に入れる。最高だろ。何が自由だ、矛盾してるぞ。俺矛盾してるからさ。一体何をするつもりだ。お前たちも宇宙の糧になれ。あの子たちは僕らがもらうよ。だって強いんだもの、まだ遊べるわよ。いいだろう、君たちが望むなら。くそ、舐めやがって。さあ次の宇宙へ行こうか。ザマス、一緒に来い。俺たちと夢を見よう。よかろう。だが言っておく、私に命令するな、人間。ザマス、なぜあいつが。そこの君、宇宙最強の男は誰だ。君が思う宇宙最強の男は第11宇宙のジレンか。心を読んだのか。どいつもこいつも俺たちサイヤ人をあっさり出し抜きやがって。頭にくるぜ。一体何してやがる、カカロット。最強の人間か、会ってみようじゃないか。準備はいいですか、悟空さん。おう、いつでもいいぞ。悟空復活、衝突する最強と最強。
トランクス、第十一宇宙だ。はい、奴らだいぶ暴れたみたいですね。そのようだ。今の光は一体、父さん。試してみろ。任せて。まず、奴は俺の獲物だ。ここはもう十分だ。カンバー、君は第三宇宙へ行ってくれ。私も楽しませてもらうわ。汚れた手で神に触れるな。邪魔だ。邪魔だ。とどめだ。何？
く。ではあとはどうぞご自由に。やはり生きていたんですね。あの力はまさか神だというのか。なんなの君、超ムカつく。ギター、オラたちはまだまだこんなもんじゃねえよな。反撃開始だ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ、反撃猛攻悟空とベジータ、絶対見てくれよな。